逆にじゃなくてチャンスでしょ。全然足りてないよ。職業あるべきだ。プログラミングとかは簡単なの。まあ自動車の運転免許取りますぐらいな感じなんだよ。みんなめちゃくちゃ難しいことだっていうふうに思っちゃってるじゃん、うん、まだまだ全然ギャップもあるし。なるほど。非常に激レアな業界ですね。デュックキャンプさん今は完全オンラインでやりきれるようになってて、めちゃくちゃ効率いいじゃん。アウトプット学習って言うんですけど、学習サイクルを完全に固定化しちゃって、加えてオンラインでいつでも質問し放題、あとはまあカウンセラーが週1回対話するっていう感じでやりきれるような仕組みになったらしいんですよ。いい時代ですね本当俺らの時代はそんなもんなかったからな。こんなんあるんだったらすぐ使うよ。デュックキャンプさんも転職保証やってるから転職をさせなきゃいけない、うん、現時点でも転職成功率が 98.7% と。素晴らしい。で堀江さんの企画を見て行った人何人ぐらいいると思います？どうこんなのかな。100人ぐらい。2000人。え、そんなことない。2000人、2000人ですよ。時期的に今プログラミング学んで転職できるのかとか不安に思ってる人いるらしいですけど、逆にチャンスみたいなのがあるんですかね。逆にじゃなくてチャンスでしょ。エンジニアの採用特にそうじゃない。そういう意味じゃなんか安心してプログラミング学んでいいよって言えそうですよね。なあ、もう全然足りてないよ俺の動画を見て。逆に言うと2000人しか入ってないわけじゃん、はいはい、もっと入ってもおかしくないよ。じゃあ本当に興味持ったらもう即やるべきだ。即やるべきだ。